アチスさん、結構値上げやってるんですか？いや、今ことは舞台なんけど、なんか最近3日間ぐらいで値上げっすね。へー、3日目ぐらい。はい。何持ちました？ボードですか？ボードはやったことないけど、ベニヤとか、あれ、ベニヤトイレ関係とか。初ボードですね、はい。なんか昨日も長谷川さんから電話が来て、はい、ボードが結構ありました。めっちゃありますね、今日。700枚ぐらい。700枚。建設業楽しいですか？まあですね。Kmax どうですか？楽しい。楽しい。本当ですか？今何ヶ月ぐらい働いてますか？Kmax には入ったばかなんで、その前に他の会社で足場4年間でやってました。4年間、長いですね。足場4年間やって、で、ケマックスにやりました。めっちゃ日本語うまいですね。どこの県でやったんですか？県ですか？県はあの岩手ですか？はい。なるほど。じゃあ結構日本も4年間ぐらい。今5年。5年です。5年。結構大変。完璧です。日本はどうですか？楽しいっすね。楽しいですか？仕事だけど。あれ、国、どこの国だったんですか？国はインドネシアっすね。インドネシアですか？はい。何人から行きましたよ？結構いますね。何人かな、12人ぐらいですね。そんないるんです？ケマックスの人は12人ぐらいですね。この部屋は60枚です。多分各部屋にこれ書いてある、はい、それ見て。で、この部屋は10枚ですか？これ種類が違うボードの名前が左にあって、それが枚数で、今来てるのはこのボードの10枚です、ね、はい、12の、はい、ね、はい、でもとりあえずここにあるボードは、はい、あの奥の部屋、職人さんが今持ってて、ね、はい、
ら、はい、ここに、1枚ずつもいいから、すごいパワーあります。あの体勢でこう普通だったらグーンっていっちゃうのに、耐えてるからまっすぐできる体勢。そうですね、だから強いですね。じゃあ休憩しよう。はい、歯磨きですか？肩こりですか？肩が痛くて、インドネシアの。インドネシアです。効きそうですね。もじゃもじゃ、はい、じゃあ、はい、いけや。
終わった瞬間酒飲みてもうビールしたくて酔っ払っちゃう。そうなんですか。ビールして酔っ払っちゃう。意外ですね。強そうです。強そうです。初めてのボードどうでしたか。楽しいです。本当ですか。よかった。楽しめたら絶対強くなる。でもなんかすごいよね。普通に4枚持ってたもんな。ねえ、ギフトも下ろすのも安定してたし。やっぱり酒飲んじゃう。いや、飲まないっす。絶対終わったからいいんじゃないですか。待ってから、いつも帰ってから